ケネコ、柴犬、コーディーの三者三様、三列増えて。はい、どうもこんにちは、ディスヤマディスコです。ね、今日はご飯を食べていきたいと思います。ご飯を食べたらどうなってしまうのか検証していきたいと思います。美味しそうですね。おー、そんなにいただける。さささーっとね、いい音です。食べよう、ダメなんですか？まだですか？まだですか？ああ、はい、例のね、この一工程。これはね、私がこのまま食べてしまうと、胃の中で膨らんで、膨張してね、ゲロっちまうということでね、こうやってふやかして、お湯を入れて食べると。本来、我々猫舌なので、無理なんですけど、克服しました。ね、猫舌は克服いたしました。全然大丈夫です、これで。はい、大丈夫です。あっち。あっで、こちらは、キティーブのご飯でございます。キティーブがご飯を食べたら一体どうなってしまうのか、こちらも研修していきたいと思います。いい音ですね。さあ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 ってね。はい、いい音です。で、こう、あ、もう、ちょっと多くないですか？そんなものまでかけちゃうんですか？そんなものをかけたら一体どうなってしまうのか、研修していきたいと思います。あー、贅沢ですね。そんなにかけてしまう。そんなものまで、鹿ふりかけってなんでしょう。鹿をふりかけにするって、恐ろしいですね、人間は本当に。ねえ。では食べていきたいと思います。おー、すーごい。それはちょっとかけすぎだろ。それはかけすぎだろ。ちげえよ、それは。そっちもね、お湯をそうやって入れて、ふやかして、ゲロられんようにすると。ね。はい。おーっと、運ばれてきました。はい、じゃあスティーブさん食べてください。どうぞスティーブ、どうぞスティーブ、どうぞ。よし、押せよ。食べねえのか、食べねえのか。なんかそのなんかこっちで食べ終わってそっちにまだあるっていうのがものすごく嫌なんだけど。どうぞ。ね、早く食べて。食べて。食べろ早く。食べろ食べろよな？なんか嫌だっつってんじゃん。こっちなくなってんのにそっちまだあるっていう状況がさ。わかるっしょ嫌なの。ね、食べれねえじゃん、こっちが。進まねえよ。ちょっと待って。早く食べて。早く食べて。よーし、食べて。おい、食べろよ！マジ何やってんの、ほんとに。そんなもう、ごっそりいろんなもんかけられても、ねえ、ほい、食べてくれ、お召し上がりください。ボナペティートみたいなさ、ねえ、ボナペティートだよ、お前。ボナペティートだよ。早く食べろ！おー、食べ始める。早すぎる。あー、おー、これ倍速か、これ。おー、遅いから、あまりにも遅いから倍速になってんじゃねえよ。こっちも倍速でなくなっていくんだよ。こっちも倍速。止められないんだけど、この、何この能力は。もう、早すぎる。はい、ああ、普通に戻った。今、ごくりって言ったら。ごくりって。ごつりごつりと食ってるな。うまいからね。で、早いっつろ。おお。突然、画面が変わったので、続けて実況していこうと思います。リモートで。はい、こちら、チョロ足です。ハルと呼ばれてるそうです。最近うちに来ました。スティーブとよく喧嘩してます。フランス革命。もてあそばれております。吉永沙織。もう全く理解ができません。よし、行くぞ。完全にもてあそばれてます。吉沢亮。イケメンです。吉田さん。誰だよ。吉永里月。今、10年ぶりに発掘調査されてる。ヨッシーアイランド。懐かしいな。考えるなよ。ネタねえのか。
吉田健康。なんだっけ吉田健康って。吉田選手。音楽終わったじゃん。吉田木村。キングオブ誰。それはキングオブ誰なのよ。誰。よっしゃ木村って誰。あるお利口さん。むちゃくちゃお利口じゃないか。そろそろやな。よーし行くぞ。ちょろ足かわいそうすぎるだろ。大日本帝国憲法。あの基本的な権利を尊重してあげて。よし。この大迷宮のような皿は早食い防止だ。私と同じようにね、早食いを防止させられている。早い早い、倍速の必要がないぐらい早い。よっしゃ秋村が誰なのか。後ろではまだよっしゃ秋村について話が盛り上がっている。よっしゃ秋村とは誰なのか。そして動画が長い。これ以上私の実況が持たない。早く食べてくれ、春。実況が持たない。もう検証は、春よく噛んでください。に終了している。噛みなさい。飯を食べたらなくなるんです。ただ、早く食べてほしい。3回しか噛んでないな。3回とか4回とかじゃなくて、ちゃんと噛んで食べるのは大切なことです。ちゃんと噛んで食べないと、私のようにゲロるんでね。はい、ちなみにこれは小判ザメごっこです。小判ザメのように、くっついて、眠ることによって、目的地まで運んでもらえるということでね。ただ、宿り主の方も、宿主の方もね、寝てるということでね。この企画は失敗でございます。小判ザメごっこは失敗です。ついでだから寝ます。おやすみなさい。おやすみなさい。